どうも皆さんこんにちは、セーザーライダーのチャンネルへようこそ。今回はアメリカのハイチュウのシリーズを紹介したいと思います。でこちらは新しいアメリカのハイチュウです。それはこちらです。ハイチュウファンタジーミックスの紹介です。ハイチュウファンタジーミックス、名前がおしゃれです。ここに3つの味が載ってあって、レインボーシャーベット、ブルーハワイ、そしてブルーラズベリーが載ってあります。ニュー、後ろはこういう感じです。後ろの方にも味が載ってありますね。エキサイティングな美味しさをお召し上がれなどが書いてあります。でナチュラルと人工的な味が入ってるんですね。値段は2ドル50セント、日本円で300円ぐらいです。ハイチュウのヨーグルト味あるじゃないですか。青の香りがします。こういう感じです。レインボーシャーベット、ブルーハワイ、そしてブルーラズベリー。それではレインボーシャーベットの方から食べたいと思います。いろんなフルーツの香りがしていいですね。外側がピンクで中が緑。いただきます。あ、かなりジューシー。レインボーシャーベットそのままの味がして、結構インパクトがあります。バランスがマジでいい。こちらは癖になってしまう美味しさです。続いてはブルーハワイ。ブルーハワイの方は外側が水色で中身が黄色。こちらはまあまあトロピカル、マンゴーみたいな味がして、ドラゴンフルーツっぽい味もね入ってあります。こちらの方もユニークな美味しさです。最初ちょっとだけ苦い味がして、後の方からトロピカルな味がねきます。口の中全体に広がりますけど、ジューシー感が少しだけ足りない。そして最後にブルーラズベリー。外側はブルーハワイと同じく水色で、でも中は白。ブルーラズベリーの方はパンチがあってうまい。甘さもちょうどいいし、超うまレベルっていうのがね驚きです。点数は98点にしたいと思います。結構いいハイチュウで、個人的に好きですけど、やっぱり惜しかった。あともう少しで100点満点だった、まあ、その理由はブルーハワイの方です。最初食べた時苦い味がしたので、あれがあんまり好きじゃなかったです。でもパッケージに書いてある通り、ジューシーだしエキサイティングな美味しさ、一番好きだったのはブルーラズベリーの方でした。こちらはぜひおすすめします。もし見たら買ってみてください。ハイチュウファンタジーミックスの紹介でした。次回お楽しみに。それではじゃあね。